他者のバチ抜けルアーでリスペクトされてるルアーがあったら教えてください、武藤さん。今日ね、バチ抜け完全攻略っていうハウツー動画を撮ってたんですよ。さっきまでここで。もうキングオブバチ抜けルアーって言って何度も紹介っていうか、ここを軸にやれって言ってたのが、やっぱエリテンですね。ノーマルのエリテン。エボじゃない方。すべてのメーカーがエリテンを避けるんですよね。エリテンとど真ん中にぶつかりに行ったら勝てないんで、エリテンからより飛ぶとか、エリテンのちょっと下とか、エリテンよりちょっと大きいとか、そうやってずらさざるを得ないで開発してるんで、エリテンの周りにはいろんな製品があるんだけど、真ん中エリテンだけっていうね。それからやっぱりニョロニョロ、マニック、ノガレもね、ノガレを先月初めて買って、去年は買ってなかったんですけど、まあ、ああいうタイプの新編を、新編っていうか、ルアーはやっぱ飛ばしに行きたいじゃないですか。だから、そこそこって思ったら一投目、あ、こんな飛ばないんだと思ったんだけど、その結果の浮力ですよね。なるほどなと思って、やっぱり飛距離っていう枠と、クワッセイの、よくぞここに落とし込んだなって、さすが、小沼さんだなと思いました。ノガレ、すごい、あ、これは釣れるわと思いましたね。あとは、カッター90が本当釣れるんですよ、ここのとこ。今1枚、カマバチも水面でガンガン出なくて、まあ僕、キューエイドに結構いたんですけど、アップ投げて水中引いた方が断然食うんですよね。そういう中でカッターすごい良かったんだけど、まあ、カッターは自分が開発したんで、まあ他社あるわっていう表現としては、まあ他社だ他社だけどって感じかな。あと、なんか聞いた話だけど、なんか同じ塩やってた時に、まあ僕ブロイン80でも結構魚をかけてたんですが、やっぱ1枚下なんですね。で、まあこれも自分が関わってたんで話が入ってきたんですけど、ワンカレント 120F がめちゃくちゃ釣れる。釣れてますっていう話は聞きましたね。つい昨日聞きました。で、なんか、その人はもう補充、あと1個しかなくて、補充したいんだけど、もう釣り具屋さんにもなかなかなくて、その後どうなってるんですかっていうんで、まあ、それはピュアフィッシングさん続けると言ってたんで、どっかで入るけど、まあ一応秋のルアーっぽく捉えてるんで、春はないかもしれないですね、って話をしました。はい。